どうも、ヤドです。今回もですね、将棋ボード実況やっていきたいと思います。お相手初段の方ですね、一手損角換わりが得意の方ということで、やっていきたいと思います。こちら後手番ということでですね、さあ、後手番の戦績はですね、私非常に悪いので、まあ、後手番で負けないようにしていきたいなというふうに思っているんですけど、相手まっすぐ棒銀できているので、まあ、ちょっと棒銀の受けを、こなしつつ、相手の出方をですね、ちょっと見ていきたいなというふうに、思っておりますが、まあ、ですね、これで、ついてくるんですね。ついてきて、ここに銀上がっておいて、まあ、角道止めておきながら、まあ、これで銀引いていってもらうと、いうことで問題ないかなというふうに思います。さあ、これでですね、一回、飛車上がっておいて、で、銀繰り出していきましょうね。銀繰り出していこう、クリニックでいきましょう。銀クリニック。何の話さあ、何の話かわかんないが、とりあえず銀繰り出していこう。これはね、端攻めは効かないと思うんだよね、基本的に。打つ駒がないでしょ、別に。これ駒とは言うと、ここで、ね、歩で受けとけば問題ないから、はい、これで歩で受けといて問題ないっすね、これね。まあ、角ぶった切りとかがシンプルに一番怖い。まあ、その辺のことだけ気をつけておきながら、これ銀引いておいて、さあ、これで、さあ、まあ、これで歩打っといて、さあ、まあ、これでね、ちょっと角道が空いてるのが怖いんだけど、まあ、ここに、まあ、シンプルに銀打っていくという感じですかね。で、これで竜作っていけるんで、まあ、竜作れる分だけ得なんじゃないですかっていう話があって、で、まあ、ここの歩取ってくるのありだよね。この歩取るのありだよね。これ、完全に。なしじゃないよね。なんか変な利きないよね。なければ、この香車も取れるんで、まあ、しかも飛車に当たるっていう、うまい感じになってますね、これね。さあ、これで、2分。なんかない?いい手。いい手ないかな?なんか。この辺に金打つか。金打って、銀もらって、ああ、まあ、それは普通に戻りましょう。で、金銀交換しておけば問題ないっていうか、まあ、それか、これで、桂馬もらっておいて、文句なしですね。文句なしな上に、なんか、できないかな。まあ、一回、まあ、棒銀決めに行きますか。シンプルに。まあ、一回引きます、これは。これについてはね、一回引きましょう。これ、一回引くのに対、ちょっとここに、桂馬の頭に歩打ったりすれば、桂馬がこっちのものになるんじゃないのっていうのがあって、さあ、1分30秒、時間若干負けてるということに今気づきましたね。今気づいたんですが、問題なくって、さあ、これ問題ないっすね。一回入っていって、桂馬か、桂馬。でも、これこっち入っていけば、もう相手の王様はほぼ詰みだと思うんだよね。まあ、詰みまでは行ってないのか。桂馬ね。桂馬。でも死んでないから、これ。歩は打てるけど、逃げといて OK ですし、さあ、これで、ここですね。ここで、何か面白い手を放てれば、勝てる。が、面白い手が思い浮かばないっていう。思い浮かばないですね、全く。で、これで、こうだね。これが正解。これが正解で、どうしよう。ここに桂馬打つか。ここに桂馬打って、はい、ですね。これ詰んでないのか?よく考えろよ。詰んでないのか?これで王手して、逃げられて、これで王手して、で、これで、角が効いていて、詰んでないのか。詰んでないんだね。30秒。さあ。一回飛車でも取りますか。
一回飛車でも取っといて、これは一回逃げといて。20秒。さあ20秒。角打っといて。さあ、これで相手が詰んでるか詰んでいまいか、という勝負になってきます。さあこれで、はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。だいぶ王様逃がしたけどね。ありがとうございました。お疲れ様です。どうもヤドです。今回もですね、将棋モード実況やっていきたいと思います。さあお相手、どんな方でしょうかというところなんですけれども、お前が後手だ。初段の方ですね。筋違い角得意戦法が2段で勝率が6割ちょうど強い。これは私にとっては非常に強い相手です。この人に勝てたら、まあ、金星と言ってもいいかもしれません。まあ、楽しく将棋を実況やっていこうと思っております。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手、棒銀帳に来ておりますので、まあ、棒銀用の受けをですね、こなしておきまして、まあ、そっからですね、そっから、まあ、どういう将棋になっていくか、普通に歩ついてくるんですね。はい、これで一回追い返しておいて、銀上がっておいてですね、で、右四間飛車に組み替えてくるパターンですね、これね。右四間飛車に組み替えてくるパターンは、マジで、やめてほしい。おっと、これ隠れくるトラップね。いきなりトラップ仕掛けてくる。結構いきなりトラップ仕掛けてくるね。これぶっちぎってくる可能性あるね。はい。これ隠れ取っておきまして、ですね、これは、もう素直にですね、隠れ交換しておかないと後で痛い目見るんで、これはですね、銀で取っていけないんですよね。この、残念ながら。で、これで、どうしようかな。2分30秒。どうする？この飛車に対して、煽ってくるようなこの飛車に対して、どう？まあ普通に一回銀上がるか。銀上がっといて、さあ、これで帰っていってもらうという形ですね。はい、これでふーっておいて、で、お帰りになられたので、まあこっからですね、まあちょっと、まあ、直接ね、直接放り込んでくるパターンね。であれば、金上がっておきましょう。金上がっておいて、そうだね、この角とかが、あるとは思うんですけど、まあ、ここに銀打っておいて、問題ないかなと、思います。これは問題ないですね。むしろ駒得、角得ですね。はい、角金交換だったので、角得で、内容的には問題ないのだが、これで一回竜作れるんですよね。竜作れるのがでかくって、まあ、それに対して一回この銀、成銀につい、当てることもできるんで、まあ、これはですね、防御と、まあ、いろんなことを兼ね揃えた、一手になってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、相手は完全に今無理攻めですね。これは、勝利の可能性が高い。高くなってきている。で、これを逆に逃したら、もうね、どんな相手にも勝てねえよっていう、なんかそういうフェーズですね。ちょっとここに、タレフしておいて、さあ、ここに銀打ってくる。そしたら、まあ、軽くね、軽く逃げといて問題ないと思う。軽く逃げといて問題ないと思うし、これで、まあ、ちょっと竜ね、一回ね、回っといてもいいかもね、これね。はい、これで、この辺に角打っておいて、さあ飛車に当てますよっていうことを言っておきながら、これは、飛車もらっておきますか。飛車もらっておいて、で、ぶち込んでいきましょう。これぶち込んでいって、ぶち込んでいって逃げてきましたね。30秒。逃げてきたので、はい、これで銀ですかね。銀打ちましょう、これで。さあ、これでと金が作れると。いう話になってきますので、まあ、これ一回普通に、銀ならずで入っておいて、で、竜じゃないや、と金作っておきましょう。で、これは、相手角を持っているとはいえ、さすがに、これさすがにでしょうというところがあるんで、さあ、王手しておいて、王手しておいてですよ。ここ考えたいね。多少考えたい。1分。まだ詰まないからね。まだ詰まないんで、こっちの玉がね。
ただ金取っている時間があるかって聞かれると銀打たれて上がってでここに銀打たれ、いやいけるなこれ、銀腹銀がきついか、腹銀の方がきついかもしんない、まあ、それは問題ないっすね、それは問題なくって、さあ残り41秒で時間がもうないっていう状況なんで、ですね、この辺にまあ金打っておいてですね、さあどうなるこの試合、これ勝ちたいよね、これ勝てなかったらマジでどんな試合にも勝てないっていう話なんだって、これ絶対負けたくない、絶対負けたくないけど、絶対負けてはいけない試合がねここにあるっていう、状況なんですが、これ金打っておいて、さあこっから、こっちのターンですね、いやこれは一回金寄っといて問題ないでしょ、駒得でしかないんでこれ逃げといて OK なんで、で、はい、これも都金取っといて問題ないですね、でこれでここに角打っといて都金作るところから行きましょう、まあちょっと今なんか取られた気はしたんだけど、まあ、気のせいだと信じてもう行くしかないですね、これはね行くしかないと思います、さあこれは、ここに銀打っておいて、さあ時間ない、時間がなさすぎる、時間がまずない、時間がなくってどっちに逃げてくるか、そっちに逃げてくるんだったら一回ここに飛車打っておいて、で金上がり金上がり金上がり、こっちに逃げてきたら金上がりで積み、はい、ありがとうございました、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします、お疲れ様でした、いやこれは金星ですね、結構強いお相手だったと思います、お疲れ様でした。室の古いピアノにもたれて歌ったねしてる、まだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくって